がすでに見抜かれてしまっているようで、今日の経産省前の集会は7時半からですと書いた瞬間に、反応がありました。間違いなくここに来るんだろうと思われていたようです。来ました、このまま参りました。で、今日来た、要件というのはですね、他でもありません、原発に関係あることだとまず最初にお断りした上で、特定秘密保護法に関することです。去年の12月6日の成立の屈辱の成立の日まで、脱原発派である我々、私もそうですよ、あちこちお前 TPP だの武器輸出だの浮気ばっかしてんじゃねえか、この浮気者め、浮気者脱原発派め、そういう向きもあるでしょう。でも私はちゃんとホームグラウンド忘れてませんよ。月曜日に九州電力東京支社抗議行動をやっている月曜定例会グループが1番目で、私が2番目に多く九州電力東京支社抗議行動をやっているんですよ。あんまり人集まってくんないんですけど、細々とやってます。一人のスピーチ時間が20分30分に及んでしまうこともあります。これはしょうがないことです。でですね、特定秘密保護法、これ去年脱原発派の皆さんもこぞって反対しました。なぜですか、なぜですか、分かりきった話ですよね。最初に我々が原発いらないと声を上げたきっかけ、もちろん2011年以前からも声を上げてた方も大勢おられるでしょう。でも最低の方は2011年3月11日福島第一原子力発電所事故を受けて原発いらないの声を上げ始めたんじゃないですか。私もそうです。で、そのなぜ原発いらないと声を上げるに至ったか、原発が爆発してね、確かにとんでもないことです。原発を作ってしまったこと自体とんでもないことです。でもその後の対応が、いの一番に走行トラックを飛ばして付近の住民を全てね、あの防塵フィルターのついた走行バスに乗せて全員を救い出して、そして即刻の周りを管理区域にして、そういう対応をしていたらこういうことにはならなかったんじゃないですか。皆さん、この国は一体何をしましたか。いの一番にしたことは、事故の実情について秘密にしたんじゃないですか、皆さん。で、ああ、人の命に関わることも秘密にするのねっていうことで怒って我々声を上げたんじゃないですか。そうです、彼らの秘密というのは命に関わるんですよ。もう福島第一原子力発電所事故、未だに終わってませんね。3年以上経ちました。一連の彼らが秘密にしていたこと、そしてその秘密を保管するためについた嘘、一連全部見てみれば、彼らがどのような秘密を望んでいるか、何を秘密にしたいか、その傾向が全部見て取れるじゃないですか。彼らは我々の幸福、我々の生命、我々の健康のための秘密なんか持ちゃしませんよ。そしてこれは当たり前の話です。お一人お一人みんな胸に手を当てて考えてみてください。秘密っていうのはいつだって後ろ暗く後ろめたいものじゃないですか。ね、原発事故、秘密の塊です。原発自体、その存在、秘密の塊です。安全か危険か、それも秘密にしたい、したいに決まってます。実際事故が起きた後秘密にしたんだから、それでも安全ですって嘘をついたんだから。そして放射能というものの実態について、放射能は危なくないと彼らは嘘をついたんです。そして実際これ何度も繰り返し言います、原発推進派、原発反対派関係なく、原発事故が起きて、そして飛び散った放射性物質、
どこに飛んでるか、どこにどれぐらい飛んでるか教えるのは常識じゃないですか。人の道から人の道として当然ですよ。もし原発が正しいものと信じていたとしても、人としての心があるんだったらそれだけはしたはずです。でもそれすらも秘密にしたんです。スピーディーの情報を秘密にしたんです。で、我々は学びました。この国が秘密にすることというのは、なんと我々にとっての不利益なんだろうと。で、今のところ彼らが秘密にするという行為は悪いことです。彼らは秘密にしてしまっていますが、実際それはいいことではありません。しかし法律というもの、これはある地域における正義の尺度です。これが正しいっていう尺度ですよ。法律っていう名前がつけばこれが正しいとされてしまう。すなわち秘密にすることが正しいとされてしまうんです。それがタイムリミット12月10日と彼らは宣言しましたよ。我々に今までろくでもないこと秘密にしておきながら、これから秘密にすることは正しいことにしようと思います。それは12月10日からといたします。そう宣言しましたよ。我々黙ってていいですか。ごめんなさい。もっともっと声を上げましょう。そして来週10月10日その施行日、それを閣議決定することになっています。官邸前のアクション、もしかしたらやるかもしれないそうですね。何か学生有志がの方いろいろ言われてるようです。私もあの議員会館前でやらせていただきます。どんどんこんなこととんでもないじゃないかお前らと声をぶつけてやろうじゃないですか。
はいけません。個人的な秘密はいいです。ですがみんなに迷惑をかける秘密と嘘はいけません。この当たり前の常識に奴らを目覚めさせましょう。ありがとうございます。